皆さん整ってますか？サウナ大好き芸人のマグマンペイです。今日はですね、私東京都昭島市にありますアウトドアビレッジというところにですね来ておりますね。今日はですねこの、会場内にですね、アウトドアサウナミーティングというですねサウナのお祭りがあるということでやってきました。この会場内にどうやら大小8つのサウナとあと移動式で入れる薪のお風呂、こういったものもね、あるということで、もう早速ですね、もう午前中なんですけども、もうすでに水着に着替えてサウナに入って汗だくだくの笑顔のお客さんたくさんいらっしゃるんで、ね、ちょっとどんなサウナがあるか早速行ってみたいと思います。楽しみだな。さあ、会場内にやってまいりましたけどもね、まあ、こんな感じでね、もうすでに大きいサウナね、これ水ジャパンさんというところがね出してる、これサボッタっていうメーカーのサウナですかね。これ結構大きいんですよね。これもともとフィンランド軍が使ってたサウナを、まあ、展開してるっていうね、だからフィンランド製のテントサウナですね。かっこいい、やっぱねデザインがねいいですよ。さあこっちも、うわーすごい、いろんなテントサウナありますね。ていうかもうすでにもう裸で並んでるテントサウナもありますよ。すごい、これ多分もうお客さんね、サウナから今出られて水風呂に向かうとこ、熱い熱い湯気出てるすごい、あ、向こうが、水風呂ですね。うんうん、水風呂になってんだ。シャワーもちゃんと完備してね。あ、いいじゃないですか、もうサウナ施設じゃん。あ、いいですね、すごい。ちょっとあっちの方も行ってみますか。あ、ちょっと知ってる人いたんでちょっとインタビューしてみましょうね。前回、後ほどサウナでのゲストにも、来ていただきました。そしてこのイベントの、主催者の一人でもございます、サウナキャンプの大西さんです。どうも、おはようございます。おはようございます。朝からとんでもないイベントやってるじゃないですか。いやもう本当ね、頭おかしいですよ。だってクライミングボールあるんですよこれ、ね、これ今日登る人いるらしいですよ。え、水着のまんま？いや、じゃなくて、そのサウナ出てクライミングウォールするってこと？あ、でもそれも別に OK だと思うんですけど、うん、普通にここはオープンしてるらしいんで、普段はね、普段じゃ登りに来る人がいるみたい。へえ、じゃあ外気浴でこのクライミングウォールする方ももしかしたら出てくるかもしれないってことね。だからね、シューッつって怪我だけしないでほしいけどねさあ、佐々木さん、これモルジュですよね、このテントサウナは。そうですね、今日はモルジュ3種類持ってきてて、うん、通常のタイプと、あと天窓付きのモルジュスカイ、モルジュスカイ、はい、あと一番でかいウィスキングとかアウフグースをやるモルジュマックス、モルジュマックス、はい、このフルラインナップで来ました。すごい、今もうお客さんすでに入ってるじゃないですか、はい、どうですかお客さんの声としては。いやもうほかほかなんでね話しかけても無視されますね、はい、もう熱すぎて話しかけてくんなとどうですかって言っても水みたいな感じでさっきもね水風呂を求めたゾンビがさっきさまよってました、うん、ちょっとね暖かいですからね今日は ね、はい、よかったですね天気ね。そうですね、晴れてよかった、うん。今日はこのイベント自体は他にも何かいろいろあるんですか。コンテンツとしてはどんなコンテンツがあるんですかね。今日はまあこのサウナ、まあ、テントサウナに入れるっていうのはまあもちろんなんですけど、うんうん、まあ、かなりメインの一つに同じぐらいのこうメインでサウナマーケット、うんうん、サウナマーケット、まあ、要はサウナのこう愛があふれて服とか作っちゃうやついるじゃないですかなんかねすっごい増えたらしいねうん、ねえ、サウナの服ってなんだよって思うんですけどそもそも裸ですしねサウナはね、そうそうそう、うん、服着ないじゃんと思うんですけど、うん、まあ、めちゃめちゃいるじゃないですか最近。そうね、増えてきましたね、うん、でその人たちがこう、まあ、ちょこちょこやっぱね自分たちのイベントとかウェブとかで売ってるやつをもういっぺんに集めて、うんうん、もうクリエイターズマーケットみたいな、はいはいはい、やろうっつって、うん、お買い物イベントとしても楽しめるようにしちゃおうっていうのが
はあ、なるほど。それが今日イベントでやってると。あ、そうなんです。あっちの方の、ね、うんうん、屋根がある方で、うん、もう売ってるんですけど、20ブランドぐらい出てるんじゃないですか今日。え、サウナの今ブランド20ブランドも出てるんですか。20もあるんです。そんなにあんの、はい、すごい。全然知らないですわ。で今日サウナ専用のメガネ、サウナ専用メガネ、はいはい、全部プラスチックでできてて熱に強いやつとか販売してたりとか。あ、それでも便利ですね。いや、めちゃめちゃいいんです。目悪い人はね、メガネなかなかサウナ室内に持っていけないからね。僕もユーザー歴6年ぐらいです。へえ、そんなメガネもあっちのある。はい、メガネのアイガンさんって企業ブースもあるんですよ。クリエイターだけじゃなくて。で、あとサウナ行きたいとかサウナラインとか、うん、まあ、もう前からやってるような人たちのも買えるし、うんうん、もちろんサウナキャンプのやつも買えるし、ね、しっかり自分のブランドもね宣伝してね、新作ね、これで、ね、あ、そっかそっか。じゃあサウナ楽しんだ後はそこで買い物もできるっていう ね、 そうですね、お土産も買って帰れるっていう。あ、じゃあちょっと後で行ってみましょう。ぜひ。ありがとうございました。ありがとうございます。楽しんでください。ありがとうございます。さあ、ですね、まあ、大小さまざまな水着で入れる、テントサウナもいろいろあるんですけども、こちらのですねテントサウナは着衣で入る、テントサウナもあるということでね、これメトスさんが出している、まあ、サボッタっていうねテントサウナメーカーのテントサウナですね。めちゃでかいでしょ。これ何人ぐらい入れるのかな。これ何人ぐらい入れますか。20人が入れるテントサウナ、ちょっと見てみましょうかね。いやー、もう入ってすぐ、ちょっとこの大きなサウナストーブはこれ初めて見る方も多いんじゃないですか。まあマルシンスパでもですね、使っているメトスの息ストーブというですね、網目状のね中に大きなサウナストーンが入っている、サウナストーブありますけども、その息ストーブの薪バージョンですね。これ僕もね初めて見たかもしれない、日本だと。かなりレアですよ、この息ストーブでさらに薪で入れるっていうね。これサウナストーン何キロぐらい。200キロ。これもうテントサウナの域超えてますよね。もうこれサウナ施設サウナ屋さんの石の量です。200キロですよ。すごい威圧感、この存在感すごいですね。いや、これちなみにこれロウリュも できるんですか。いいですか。うわー、ちょっとやらせていただいていいですか。じゃあすいません、じゃあちょっと満平のロウリュちょっとね失礼いたします。すごいいいですか。じゃあちょっと音聞こえるかな。じゃあちょっと満平のロウリュ失礼します。ラジオのお聞きの皆様、ロウリュの音届いてましたでしょうか。めちゃいい音した。すごいね。あー、でもいい蒸気が回ってきてますよ。あ、いいですね。まあ、着衣で入れるテントサウナゾーンということで、まあ、温度自体はね低く設定されてて、もう本当に服着たまんまでもゆっくりこう暖を取れるサウナみたいな感じで、いいですね。おしゃべりしながら、ちょうどまだこう外だとね肌寒い、まあ、気候だったりもするんでね、服を着たまんまこうトークができるサウナも用意されてるということでね。いやー、いいなー、これもっともっとなんかイベントでね楽しめるようになったらいいですね、これね。いやー、よかった、気持ちいい。ありがとうございました、ありがとうございました。さあ、これがですね、まあ、モルジュのテントサウナ、比較的大きいテントサウナなんですけど、
この中で何が行われてるかちょっとですねご紹介したいんですけども、この小窓からですねちょっと覗かせていただくと、見てください。以前僕が、今年お正月一発目のですね放送で、紹介しました、これからサウナで来るコンテンツで紹介しましたね、ウィスキングですね。すっごい蒸気、この音が聞こえますかね、パシパシパシっていう音が、これがですね、まあ、白樺の若枝を束ねたビヒタっていうやつですね。ビヒタを今あのお客様の体にですね叩きつけたり指圧したり、あの実際にその蒸気を吸っていただくっていうあのサウナコンテンツなんですけども、これめちゃくちゃ気持ちいいですからね。もう今施術されてるお客さんの顔見ましたけど、整ってるわ。息してんのかな、めちゃくちゃ整ってますよね。眠りについてるぐらい気持ちよさそう、いいですね。さあ、先ほどですね、ウィスキング、終わったお客さんがこの後今水風呂に来たんですけど、このね叩いてた人も一緒に水風呂に入って、今これね浮かしてんすよね、お客さんを。これ浮かすことで、まあ、あの体をですね水平にして、まあ、水圧、まあ、血圧をねこう平等にするっていうことで無重力体験ができるっていう、とんでもないシュールな映像でしょサウナ室内で植物で人を叩き、その後水風呂で人をまた浮かすっていうね、いかがでしたか。ちょっともう死ぬときはこれがいいなって思いました。いやいや、棺桶代わりに、棺桶、水風呂を棺桶と思って今入られてたんですか。いや、ちょっと本当に一番安らかな時間を人生で過ごしたなと。むちゃくちゃ気持ちよさそうな顔してる。死ななくてよかった死んじゃダメですよ。生きて帰ってきました。いやーよかった、生まれ変わった気分。なんかこう普通に水風呂に入るよりも、はい、なんか浮かされてる時って どんな感じなんですか。いや、もう本当に自分と水の境目がなくなるような、もうなんか世界と自分が境がなくなるような、世界の一部になるっていう。ちょっと編集しづらいですいや全然大丈夫です。今僕が思ったこと言っていいですか、はい、めちゃくちゃ整ってるありがとうございました。本当に応援してます。 ありがとうございます。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 すごい。めちゃくちゃ整ってたでしょ。あれでもね、本当にあのなんだろうな、あの自分で一人で入るっていうよりも水風呂までおもてなしされる気持ちよさっていうか実はあって、あれねウィスキングとセットでこの浮かししっていうのもね僕ら今やってるんでね、それも多くの人に体験してもらいたいですね。まあ友達同士でこれできますからね。ぜひちょっとねやってみてください。大丈夫ですか、しんどかったら言ってください。水やばいみたいな。はい、よいしょ。気をつけて。どうでした。いやー、なんとも言えないですね。もう倒れそうなんか、おー、どうですか。多分もう整ってる途中にインタビューするのはすごい申し訳ないんですけど、なんかこう水風呂に入って普通に入る時と浮かしてもらった時のこれ違いってあります、はい、なんか浮いてる感じでしたね現在整いすぎて思考停止してる模様です。申し訳ございません。このまますぐ整ってください。笑い止まんない。このまますぐ整いす行ってください。行ってらっしゃい。
あのやっぱり基本整うと、語彙力がぐっと下がるということが分かりますね。ね、やっぱり人はあのうまくこう喋れなくなっちゃうんですね、気持ちよくなるとね。うん、でもあのうまく喋れてないってことは整ってる証拠なんで、よっしょしましょう。いい笑顔でした。うん、さあ、早速ですね、私万平もサウナに入りたいと思うんですけども、今から入るサウナがですねこちらです。イグルサウナというですね、これはですね、あの僕も今回初めて入るサウナで、なかなかね、あの体験できるあの場所がなかったんですけども、ここのメトスのサウナソッピでは、常設で、このイグルサウナが体験できるということなんですけど、ちょっとねこのイグルサウナどんなサウナなのかっていうのをねちょっとね聞きたいと思います。メトスのちょっと方にね来ていただいてます。こんにちは。こんにちは、松田君。はい、松田です。はい、プライベートではサウナ友達ですけどもね、はい、よくいつもサウナに連れてってもらってます、ね、福岡出身というね、はい、地元の先輩です。これ、はい、イグルーサウナはどんなサウナなんですか？はい、これはイグルーっていうのは鎌倉っていう意味で、はいはいはい、はい、なので見ての通り鎌倉をモチーフにしたサウナになってます、うん、なんか見た目もちょっとこう面白い作りですよ ね、 すね、かなり可愛いですね。これが森の中とか、うんうん、もしくは湖畔とかにポツンとあるとそれだけですごく絵になるサウナになります。確かに、はい、なんかこう自然に溶け込むような作りというかね、はい、こう木の板でこう屋根瓦っぽい感じで ね、 そうですね、してますけどもね。この形状に実は特徴があって、うん、ほうほう、はい、あの中に薪ストーブが入ってるんですけど、うん、その薪ストーブに積んでる石にそのロウリュをした時に、うん、このドーム状になってる天井に蒸気がブワッと広がるんですね。めちゃくちゃ早くあの蒸気が降りてきます。なるほど。今日の朝も何回かやっぱ悲鳴が聞こえてました、ね、あのいい悲鳴でしょ。いい悲鳴だと思うんですけど、心地いい悲鳴ね。そうですね、うん、やったーのやつね。そうです、キャーやったーのやつが、はい、なので、まあ、水をかけるときはこうちょっとずつというか加減をしながらかけるのが、はいはいはい、多分ベストな入り方だとは思いますね。なるほど、はい、じゃあこのロウリュ技術もちょっと問われるけども、うまくいけば相当気持ちいい蒸気が広がると。万平さんなら心配ないとは思うんですけども、ちょっと試されておりますが私ね。じゃあちょっと早速行ってみましょうか、はい、ね、どうぞ入ってみましょう、はい、お邪魔します。めちゃくちゃいいっすね。あ、気持ちいい。確かにさっき松田くんが言ってたように上をね見ていただけると分かると思うんですけど、天井がやっぱこう、円形丸くなってるんで、天井に当たった蒸気がゆっくりとこの丸い壁伝いに落ちてきて背中まで熱がこう行き渡るという作りになってますね、うん、で椅子も結構ね高い位置にあるんで、比較的この熱も上に行きやすいんで、位置の高さも椅子の高さもすごいいいですね。奥行きも結構ありますよ。ゆっくりこう座れる、サウナの作りになってますね。あ、これめちゃ気持ちいいわ。すごいいいな。一応今室温計がまあちょっと出入りも多いんで、まあ70度ちょっと切るぐらいですかね。なんですけど、むちゃくちゃ気持ちいいです。このなんか中のこの作りも面白いですよね。この木の板を少しずらしてこう重ねてってるっていうね、なんかすごい可愛い作りになってますよ。これがモバイルサウナなんですよ。これも多分移動で、違う場所にも出せるっていうようなサウナだとは思うんですけども、めちゃ気持ちいい。またストーブもねすごいかっこいいですよね。これね薪ストーブで、高化石のサウナストーンが一周ずっとこう敷き詰められてますけどもね、イグルーサウナっていう文字が入ってます。
またこのサウナ施設の良さもありますけども、やっぱりこのアウトドアで入る、外で入るサウナの良さっていうのは、この薪ストーブで入るサウナ、これがなんかこう良さの一つでもありますよね。このなんか火のね揺らめきをねこう見ながらゆっくり入るサウナっていうのもね、これまた格別に気持ちいいんですよ。で幾分ねこう僕の体感ですけど、やっぱ熱がねこう薪で燃やしたこの温めたサウナの方がなんかこうまろやかなんですよね。あの電気のサウナ、ガスのサウナ、それもまた良さもあるんですけども、まあ、電気サウナとかに比べると比較的こう熱が柔らかくてまろやかなサウナが特徴だなと思うんですけどね。超気持ちいいわ。さあそしてここに柄杓とアロマ水の入ったねこのバケツありますんで、ちょっといいですか、ロウリュさせていただいてね。ちょっと一回ちょっと蒸気の方をね失礼いたしますよ。あんまりかけすぎるとって言ってましたからね。ちょっとゆっくり、あ、早い、あもう回ってきてる、あーすごい、あめちゃくちゃ気持ちいいわこれ。あーこれもう来てますね、早いですね。これ発生した蒸気が天井に当たってこの壁伝いにゆっくりこう降りてくるんですけど、ゆっくりというか結構速いスピードで、もう今背中までがっつり来てますね蒸気。これはいいわ。これめちゃいいな。しかも気密性も結構高いですよねこれね。この足元が意外とあの温度低いと思いきや、薪のこの熱、ストーブから出てくるこの輻射熱でね、こうなんだろうな、足もしっかりちゃんと温まるっていうね。さすがメトスさん、しっかり作ってこれいいな。ちょっともう一杯いいですか。気持ちいい。今カメラ、撮っていただいているスタッフさんもみんな笑顔です。しかもこれ円形の作りなんで、どこに座っても均等にこれ蒸気回ってますね。サウナ室によってはこう座る場所によって温度だったり蒸気のかかり具合って結構変わってくるんですけど、これ綺麗に多分みんな蒸気が行き渡る設定になってますよ。すごい考えられてる。これめちゃいいっすよ。これは気持ちいいな。